ラリーグドジャース、ロッキーズ、2024年9月20日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、30、は19日、日本時間20日、マーリンズ戦でメジャー史上初の、50から50、50本塁打、50盗塁、の偉業を達成した。快挙から一夜明け、チームは20日、日本時間21日午前11時10分開始。 本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に臨む。試合前にスタメンが発表され、大谷は1番 DH で出場する。L 試合前の練習では、ナインが大谷の50から50記念 T シャツを着用して練習に参加。カーショーは袖を破りタンクトップ仕様の着こなしに。山本も記念 T シャツを着て、大谷の偉業達成を改めて祝福した。 ドジャースタジアムのチームストアでは、50から50記念 T シャツ、税抜き60ドルの発売がスタート。多くのファンが買い求めていて、ストアスタッフによると、すでに L サイズは完売になっているという。